パワプロ2024オペナー続きやっていきます。今回2年目のオフシーズンからやっていきます。はい、じゃあもう早速、はい、まずは表彰式ですと、ベスト9当然選ばれていない、ゴールデングラブ若林がなぜか選ばれた、はい、個人タイトルはいない、 MVP も関係ない、新人王室井が2位か、で牧谷が5位にいると、村越が4位、いいじゃん、頑張ったんじゃない。続けます。したら、契約更改ですと、ただここでお金が、はい、18億、これ少ないんじゃないか、あれ去年30億とかなかったっけ、まあまあいいや、お金がないんで、いやまあ監督コーチも まだこれでいいかな、スカウトだけはね正直強くした、なんで足立がいるんだ、これ多分オリックスの足立じゃない、わかんないけど、ちょっとこれ調査力上げることにしよっか、高校生、まあ8000万ぐらいここで上げてもいいでしょう。で、まあ、海外スカウトな、まあ引き続きジミーさんでいっか、でも調査力あった方がいいと思うわ。なんでいやピッチャー難しいとは思うけどな、まあこうしようか。はい、で、16億でやりくりをしていかないといけない、そして、今10億で残りが6億になると、で選手の数的にもまだ全然足りないので、これはね年俸カットが一番、いいと思うんですけど、増やすにはね、栗山とかさ、これでも打撃コーチとかいいんじゃ、まあでもそうか、年俸が爆上がりするか、いや逆にこっちでもいいか、2500万でさ BB の人って多分あんまいないと思うから、あえて守備走塁コーチでいいんじゃない、まあ2つの特能のために1億円もちょっと上げるのはねなかなか苦しいんで、まあ、中村とかまあ一応の残すか、まあ、引退って言ってる人はもう引退にしようかな。そしてほら、ゲンドラの対応じゃない、対象って書かれるようになってんだ。ってことで、カット対象となるのが、まあ投げてないからね、もう自由契約にしてもいいんじゃないの。クインシーはなー、ミートがもうちょっと上がってくれればだから5000万でいっかな、2人とも。まあ本来はね、この何オリジナル選手に対して、もうこの今既存の選手に関してはもうどうでもいい感じなんで、もう一律1000万でもいいんじゃないの。まあ本当に評価したいのはこの辺の人たちだもんね、1年目の。例えば室井4000万、まあただちょっと4000万はやりすぎだろうっていう感じなんで、まあ2000万ぐらいじゃない。で牧谷は提示1000万になってるな、まあ2000万でいいんじゃない。うん、将来性を買って2人は2000万、福留もまあまあいっか、希望通りに。村越もそうだね、5勝してるからこんだけは上げておこうっていう感じで、川崎2勝13敗なかなか苦しい数字だな。森口、まあ11セーブとあと伸び B があるから割と活躍できそうな感じではあるんだけど、まあ2000万かな。うん、っていうところで、今10億浮いたんで、まあ、10億で1回やりくりできるかっていうのを試すためには、
これで、終了でいいんじゃないかな。いやでもさ、新人を取るって考えると、例えば10人取ったら1億とかの選手を取れない可能性が全然出てくるから、いやー一回これでやりくりできるか試してみるかな。10億で、うん、ちょっとねこういうのやったことないんで、一旦ね、まあ、高橋光成クビにすんのもちょっと申し訳ないけど、他の球団に行ってもらいましょう。現役ドラフト行きます。牧谷は絶対にプロテクトする。あ、いや若林とか出しても別にいいけどな。うん、若林出してみるか。ゴールデングラブ取りましたけど。はい、ちょっとマジでピッチャーが足りないから、岡留め、なんかめっちゃ良さそうじゃん。え、これ強くない？岡留め普通に欲しいんだけど。さあ、まあ2年目になってくるんで、まだ、あれかな？板山。板山が現役ドラフトの玉になってる。どうしようかな。なんか阪神が割といい選手を出してる感じはあるな。お！おい。すごい選手がいるぞ、これ。これすごくない？え？川原だ。え、こいつでよくない？全く藤井？はいはいはい。ちょっと川原田欲しいんだけど。誰も取らないで。さあ、川原田。あ、ダメだった。ロッテか巨人からしか、入手できない。うわー、そしたら、どうしようか。山田にしようか。まあ、スロースターター持ちか。まあ、湯浅にしとくか、じゃあ。まあ、でも内野手別にいらねえな。取ればいいからな。ちょっと一応ソフトバンク欲しいんだけど。ソフトバンクから取れん？取れんか。この人欲しかったけどな。じゃあ、終了。はい。結局どうなった？うちの選手どこ行った？近藤がロッテに行ったんだ。なるほど。はい、じゃあドラフト、に行きます。こっちが本題ですと。ドラフト選手発掘見ていきましょう。泉田めっちゃ強くない？まあこういうのもね、嘘なんだよ多分。V スライダー7なわけがない。とかそういう感じなんで、これもスローカーブ7なわけない。でも155キロ。まああとこの特殊能力とかもねしっかり見ていって、であと基本は、まあこれも嘘だな、基本はやっぱりそうそう、こういう高卒の方が絶対に、いいと思ってるんで、あとかの、うわ強っ、うわー、ヒルターめっちゃ強いじゃん。わー、江藤もめっちゃいいね。おっとー。いきなり二刀流いるよ。さあ、野手能力は。あー、ミート型かー。いや、まあ普通に使える気はするけどね。ちょっと今回二刀流はやめとくか。どうしようかな。166キロ、本当に？これ本当に？これ本当だったらすごいよ。こいつ取りに行ってもいいな。面白そう。総力 S、守備型の都市だ。総力 S がまたいる。さあ、野手が足りない病がちょっと出てきてるんで。名倉。
やっぱ高校生かな、欲しいのは。いや、ピッチャーの方が今年はいいな。どうしようかな。じゃあ、ピッチャー取るか。はい。ピッチャーをじゃあ取りに行きましょうか。普通に、1位は、ヒルタでいいと思う。まあ、1億ここでいきなり出すけど。しょうがない。これは取りたい。お!単独だ。マジで。単独でいけたよ。で、ワンチャン余ってる藤尾を取ると。こいつ1億もしかして。あ、6000万。じゃあいいでしょう。はい。で、練習機材が買えなくなってくる懸念点と、あと海外留学も考えないといけないんで、まあ、4億ぐらいは残したいんだよな。うん。で、考えたときに、野手をまず取らないといけない。あ、いいじゃん。よしみ残ってるなら、よしみでいい気がするけど。うわぁ。こいつもいいなぁ。え、森越でよくない？え、森越でいいわ。いくら？ 3500 万。いや、森越でいいわ。大砲を取れるんだったらね。で、ワンチャンでよしみ取れたら。あ、でかいでかい。あ、で、こいついいじゃん。ね。あとは、野手をもう一人ぐらい取りたいなぁ。野手全然いなかったもんね。まあ、ピッチャーの方は、自由契約の選手でも全然いい人いるんで。わ、平松とかいうキャッチャーも良くない？まあ、ミートは終わってるけど。ちょっとこれ取りに行こう。あとは、まあ、外野はどうだろう。まあ、一応この人取ってもいいかな、続き。で、あとピッチャー一人ぐらい。これで終わりたい。10代。まあ、大学生でもいいのか？あ、なんかすごい人いたわ。こんな人いた。全然気づいてなかった。まあ、160キロ超えを取ったからね。もうこいついいんじゃない？ワンチャン特能が超優秀。以上です。4億5000万残し。だけど、はいはいはい。3、4、5、6、7、7人取りました。で、帰国選手交渉、前剣が帰ってきている、17勝7敗。おぉ。潜在能力データもちゃんと見れるね。はいはいはい。うわ、なんか、頑張ってるわ。すごいじゃん。18勝17勝。ワンチャン最多勝取ってんじゃない？ 18 勝って。まあ、ちょっと、金が足りないんで取らないっす。潜在能力データを見ていきましょう。まずは、ピッチャーからじゃあ見ていこうか。1位、ヒルタ。乱調癖があるかもしれないと。まあまあ、いいでしょう。うん、もういいんじゃない？それから、お、シノノメっていうかな？ナグモっていうんだ。シノノメは違うか、東かあれ。ナグモ。どう？あ、いいじゃん。なんかめっちゃいい気がする。むしろこいつのがいい気がする。わりかしいい逸材を取ったんではないか？ちなみに村越は、ああ、なるほど。スタミナが10上がってんだ。あ、方向変化レベルプラス1。いいね。なるほどね。で、そしたら、あとこいつか。名前なんて言うんだ？ハガエって言うんだ。忘れてはいけないのが166キロの藤尾くん。わからんけど。まあでもね、
爆発する可能性は十分に秘めていると。166キロだからね、何せ。そして野手鈴木、おこれは当たりな気がするが、ホームラン打てるかどうか問題だな。ああまあでもサードで使ってってさね、ホームランワンチャンで成長していくからね。あとは平松が、まあエラー持ちか、なかなか、あーなるほど。まあこいつもミート次第なんだよね。ミートさえ良ければで、もう一人ぐらいいなかったっけ。あ、いたいた、森越。うん、いや本当にこのミート能力がねえ、あの E でもあれば本当にパワー連でミート E パワー A みたいな4番バッターになれる逸材なんじゃない。はい、という評価でしたと。じゃあ、FA を見ていって、誰が FA すんの。吉川、おお吉川が FA してる。まあうちは取りませんよと。で FA 保証で近本がロッテ、辰巳がロッテ、なんか外野手足りんのロッテで、山岡が阪神と。はいはいはい、うわなんか選手いっぱい移動するね。伊藤将司ほぼトレードじゃねこれとか思っちゃったりするけどさ、自由契約選手採用いきましょうか。ここではあれだな、まあ、前回の自由契約選手採用はまあ1年目っていうこともあって、とにかく選手補強、まあ、選手を増やすっていう目的でいっぱい取ってたけど、今回はそれこそこういう使えるんじゃないか疑惑選手が出てきてるので、ここの潜在能力がおめっちゃいいぞっていう選手がワンチャン出てくるからね。あれ、そしてバクスターあバクスターやば、そうか帰国予定か。いやここで1億か、いや1億はちょっとちょっと高い気もするな。ちょっといや、バクスターごめん切るわ。さすがにね1億は高え。だったらこれ白木とか使ってた方がいいかもしれん。まあだけどそう、この潜在能力で見ていいんじゃないかっていう選手を取りたいんだけど、まあ、あと外人か。外人が安ければ、まあ、今は資金力的にも。安ければ使ってみたいかな。まあ、しばらく最下位を、ね、行くことになると思うんで、資金力だいぶ苦しいとは思うけど。そんな中でもそう、こうやってさ、いや、全然使えるじゃん、こいつ。420万。取りましょうよ。ヤフーレ2億4000万。参照で？ものすごい額を希望するね。4500万。先発？これいけんじゃない？これ取るか。まあ、ここまでかな。あとは、特殊能力要員を取りたいんだけど、これ、海外留学の、でもアフリカって確か 5億とかじゃなかったっけ？これ海外留学いけない、可能性があるな。ちょっとごめん、ここは一回終了するわ。はい、高橋コーナー、オリックス行きました。
ってことで、栗山中田。中田って誰だ？はい。うわ、なんかいっぱいいるわ。もうすでにいっぱいいた。で、海外留学になりますよと。さあ、所持金4億でどこまでいけるか。留学地、コリアいける。そう、コリアが一番ありがたいのよ。1億だから。だから偶数月、じゃあ偶数年、2年に1回いけるんで、コリアは確かそうだよね。なんで来年はコリア行けません。来年は結構資金がいります。その次はコリアです。1億で行けます。みたいな、そういう感じです。まあ、野手強化っていう意味だと、この続き、それから森越。まあ、この二人でも全然もういいんじゃない？あとは、普通のピッチャーの強化ってなると、まあ、ヒルタ。まあでもな、野手の方が花だからね。花を強くさせた方が絶対いいんじゃない？ってことで、コリア、行ってもらおう。いや、もうだいぶ早めに決まっちゃった。はい、そして3年目に入っていくんですけど、今回は、ここで終わらず、キャンプの終わりまで、を1年とみなそうかなって思います。はい、オフシーズンをやった時に、まあ、今収録時間的に30分ぐらいなんですよ。まあ、これが多分もうちょっと時間かかるかなっていうのが、これ以降の年、まあ、人数が多くなってくるんで、で多分40分とかもかかんないと思うんで、ここでキャンプをやりきるところまでで1年としましょうと。なので、もう外人取れないっすねっていう状況になっちゃったと。なかなか苦しいね。資金があればこの辺でレベルもうちょっと上げれるんだけど、いや、さすがにずっと最下位ってやっぱり苦しいんだな。普通にキャンプでいっか。新たな選手が入ってきてるんで、まあ、あと背番号決めとかも、まあ、正直裏でやればいいとは思うけど、ちょっとこれ見ていこうか。そう、それこそ藤尾とかね。ちょ、これ選手名鑑見てなかったな。ああ、これ一発持ちだな。なかなか苦しいんじゃないかな。ちょっとどの辺の、この川崎とかは普通に、その、能力じゃないや。オリジナル選手で、ちゃんと練習させたい。こいつもそうだよね。一応既存の選手はもう、背番号3桁にさせたんですよ。まあ、なんでこの辺は、さすがに特能とか覚えてこうよっていう。あとリーね。しっかり取ったんで。まあ、今年はこの外人一人かな。もう外人多分取れないと思うんで。まあ、安い6000万ぐらいの選手だったら取れるか。C ランクの。まあ、南雲とかもまだ、あれだもんね。練習設定もクソもない感じだとは思うんで。はい、まあこんなとこかな。これ背番号見れたらいいんだけどな。背番号最初から出てはないからね。平松もまあミートでいっか。まあまあ、そうそう、最初はね。で、室井はそれこそね、満塁男とかでいいんじゃない。もう逆境だがあったら一番いいんだけど。逆境あるじゃん。あれ？それで言うと、牧谷は逆境
練習をさせてたつもりなんだけどな。ああ、一応経験値溜まってるね。で、クインシー、まあ外国人はね、日本人からは教えられないんで、まあコーチミート行ってワンチャンミートが上がってくれたらなっていうイメージで、まあこんなとこか。うん。まあ最初は、まだね、選手が少ないんで、この既存の選手がごそっと抜けた時に一気に忙しくなってくると思うんで、いや、いいね。こんで、あ、クインシーミートいい。マジか。これワンチャン今年ね。いや、まあ、まだ絶対最下位だと思うけど。いやー、まあでも、お金事情が大変になってくるね。これあれか？あ、WBC があるんだ、この年は。まあそこに選ばれた選手とかも見たいけど、まあ今はいないでしょうと。はい、こっから次回やっていきます。今回はここまで。次回はどうしよっかな。選手も増えてきたし、前半戦、後半戦、オフシーズンみたいな感じで、やれるのが一番いいんだけどな。まあちょっと多分シーズンが短くなっちゃうと思うんで、シーズンの動画がね。まあそれでも、いいって自分が思えれば、そういう形でやっていけたらいいかな。まあ、二つに分けるのがなんかいい感じだとは思ってる感じかな。まあいいや。また次回です。お疲れ様でした。